調整屋と二人で出かけるのは初めてだよな。浜辺のエピソードって言われてもな。こいつはそんなことしない絶対に調整屋さん特製弁当のお披露目よ桃子、嬉しくないのくすん。受け止めてくれて。 ありがとう、モモコ。